はいこんにちはケイスケです、えー、これからですね、えー、地元に帰りますまあ、地元宮崎なんですけど <laughs>、えー、ま年末年始ということでちょっと地元に帰っていきます。お客様は大変お待たせいたします。お客様次の名までお待ちください。<laughs> えー、ということで今ですね元旦お正月なんですけど地元に帰ってきてますこれからですね僕が以前にまあ、1年ぐらいですね東京から地元に帰っていた時あったんですけどまあその時にですね毎日ランニングしていた運動公園にちょっと向かっていますじゃあですねちょっと走ってきますね えー、今ですねちょっと走ってきました、えー、まあ、ここがですねダイオダニ運動公園というところなんですけど、えー、ネットビジネスを始めた当初はですね一旦地元に帰って、えー、ずっとですねまあ、この街でイーベイ輸入をやってたんですけどまあ、ずっと日中は、えー、実家でネットビジネスをやってで夕方頃にずっとですねこの運動公園を走ってました、えー、じゃあですねこの運動公園は あの何か所かですね、えっと、山道のルートがあって、まあ、ちょっと久しぶりにですね裏山に登っていこうかなと思いますはい、えー、今、ですねずっと山を登ってきて、まあ、展望台みたいなところに来たんですけどこれが地元の日向市ですね、えー、やっぱりですね東京に比べると結構暑いですね。 えー、だいぶ汗かきましたね本当はですねあの初日の出を見に行こうと思ったんですけど、えー、普通に寝過ごして、まあ、お昼ごろに今起きてですね、えー、山を登ってきたんですけど <laughs> まあ初日の出もこの山から見ようかなと思ったんですけど多分ですね朝の真っ暗な時に行ったらかなり怖かったと思うんで、まあ、お昼でよかったかなと、うん、いう感じで,で、まあ、元旦2017年ということで、えーまあ、明けましておめでとうございます。 ははい、えー、ではですね、まあ、今日も質問回答していきますで、まあ、今回はですねパソコンの操作が必要ない質問に絞って回答していきます、えー、じゃあまず一つ目ですねアマゾンの出品にはモノレートでの売れ行きをチェックする手順は必須条件だと認識していますが eBay の出品にはモノレートみたいな機能のツールがあるのでしょうかっていうことですね、まあ、eBay のですね落札頻度とかを見ていくリサーチツールとしては TERAPEEK、えー、っていうものを使ってます まあそのコンサル生の方に教えてるリサーチ方法もそのテラピークっていうツールを使ってえリサーチしていく方法を教えてるんですねただですねそのアマゾンの方はモノレートとかを見ていかないとえその商品がどれぐらい売れているのかっていうあのランキングのグラフを見て判断していかないといけないんですけど eBay はオークションサイトなのであの普通にですねソールドリスティングを見ていけばあの落札頻度とか分かるんですけどまあテラピークの方であればもっと細かい条件を指定したりとか あとイーベンのソールドリスティングの方だと確実な落札頻度ってわからないときがあるんですねうんなので、まあ、テラピークの方であれば、まあ、そういった細かい、えー、いろんな条件を指定したり特定のライバルセラーの ID を入れたら、まあ、そのライバルセラーのです、ね、データを細かく見たりとか正確な情報がわかるという感じになりますなので、まあ、ツールとしてはテラピークっていうツールを使ってます まあいろいろですねググってみるとテラピークの使い方とかも出てくると思うので、えー、まあですね一度ググってみてくださいはい、えー、では次の方の質問ですね、えー、ブランドバッグを中心にやっているんですが、えー、1、出品が追いつかない2、計算上は14万から20万儲かっているはずなんですが商品が増えていることもあり資金繰りに追われることがある3、完全に一人でやっているんですがいくらぐらいから人を雇った方がいいですか雇う場合どこに依頼したらいいですかということですね。 はい、えー、ではですね、まず3番の、完全に一人でやってるんですが、いくらぐらいから人を雇った方がいいですかっていうところなんですけど、まあ、もう14万から20万ぐらい、一応、月利が出てるっていうことであれば、もう出品の外注さんとか雇っていっていいと思いますね。一応ですね、その僕はコンサルセの方に、外注さんを雇っていくときの目安としては、大体月利15万ぐらいになったら雇っていってもいいと、まあ、15万というのを大体目安に <laughs> してるんですけど。 まあそれはですね最初から自分であまりリサーチもせずに、えー、全然利益が出てない状態で外注さん雇っていっても結構的外れな作業をどんどん増やしていってしまってえー、と逆にもう。 赤字になってしまどんどんかさんでいってしまって、えー、全然ですね身にならないっていうことがあるので、まあ、実際ですねそういった人も、えー、いたんですねもう ebay 始めると同時に外注さん雇って、えー、なかなか全然利益に結びつかないと、うん、いったことがあるので大体目安としては月利15万ぐらいになったらそのリサーチとか出品の外注さん雇っていってもいいんじゃないかなっていう感じで教えてるんですけど。 まあそれはあくまで目安でやっぱりですねその副業とかで取り組んでる方はですね、まあ、どうしても時間に制限がある人はいるので、まあ、例えば え毎日1時間2時間ぐらいの作業でやっていって、えー、まあ利益が何万円か出てきたとで、えー、自分の中でもうこの作業をどんどん増やしていけば、えー、利益伸びていくだろうとそういったまあ確信が持てればですね、まあ、別にその目安の15万っていうのは気にせずにもう外注さん雇っていってもいいと思うんですけど、まあ、この方の場合はですね14万から20万ぐらいの月利が出てるっていうことで一の出品が追いつかないっていうところもあるので、えー、まずはですね出品の外注さんをもう募集した方がいいと思います。 で,す、ね、で募集先はクラウドワークスとランサーズで募集してくださいで、まあ、クラウドワークスの使い方はですね、えー、動画でもう上げているので、まあ、この動画の右上のところにも今、えー、出すようにしようと思うんですけど、えー、この動画を見てですねクラウドワークスで募集してください、まあ、マニュアルの作成の方法とかもですねもう動画で上げているのでそれを見てください。 まあ僕自身は大体メインでクラウドワークスを使うことが多いですねでクラウドワークスの方で募集してなかなか人が来ないなっていう時にランサーズを使うという感じでやってますで2の資金繰りに追われることがあるっていうところなんですけど、まあ、今ブランドバッグを中心にやっていて資金繰りが追いつかないということは、まあ、これは有在庫でやってるってことですよねなので、まあ、この部分はですね無在庫も取り入れていって資金繰りをちょっと楽にさせる方がいいかなと思います まあやっぱりですね、輸出のメリットの一つとして、えー、無在庫で取り組んでいきやすいというところがあるのでその有在庫と無在庫をミックスさせて、えー、やっていくのがいいいかなと思いますね。でまあ、有在庫の場合はもう仕入れた時点で、えー、キャッシュアウトがありますけど無在庫の場合は、まあ、まずはですね、商品出品して、えー、それが売れたらまず入金があって。 でその後に商品を仕入れると、でまあ、カードで仕入れれば、まあ、翌月末とかの請求になりますよね、なので、無在庫でやっていけば、えー、そのキャッシュアウトの前に入金があるという感じなので、まあ、そんな感じで、有在庫に加えて、無在庫をミックスさせていくと。 いいいいうのがいいかなと思いますすすすねはははいい、えー、ででで次の方のの方質問です、えー、外注は組織化するのが難しいですまず何から外注化していけばいいでしょうかリサーチ以外は全部外注したいのですがということで、えーまあ、まずは発想ですかね発想を外注というか、まあ、発想代行を使っていく、うんえー、僕自身が使ってるところはエフェクトっていうところになるんですけど、まあ、そのエフェクトをですね、えー、使っていってください。 まあそのエフェクトはですね、あのー、キャンペーンページから申し込んでもらうと EMS が10割引とかになったりするんでなんならで、ね、EMS の場合であれば自分で発送するより安くなる場合があるんですねなのでまず発送を外注していって、えー、その次は出品ですね、えー、出品を外注化していくで、その後は在庫管理とか価格修正、えー、これはまあ春っていうツール僕使ってるんですけど、えー、その春 の画面をですねもう外注さんに見てもらって在庫管理をしていってもらうでまあ、えっと、在庫管理の前でもいいですけどまああとは翻訳の外注とかですね現在僕自身もですねえっ、ー、と専属の翻訳さん一人雇ってるんですけど翻訳の外注さん、うん、まあいいベースをやっていく上でリサーチ以外の外注って言ったらそれぐらいになりますかねでまあ基本的にはですねさっきも出てきたクラウドワークスで、えー、全部僕自身は募集して、えー、雇っていってますククララウドワーースとランサーズですね、うん えちょっとですねカメラ手に持つのが疲れたのでベンチに座って回答していきますね、えー、では次の方の質問でネットビジネスをしながらの普段のライフスタイルをぜひとも知りたいです自由な時間がどれほどあるのかなど趣味も知れたら嬉しいですっていうことですねまあ今ですね僕自身その物販とコンサルとかまあ情報発信とかですねやってるので、まあ、日々ですねその自由な時間って変わってくるんですけど <laughs> まあもう合宿で遠方に行く時もあれば 夜にですね何人かコンサル生の方とスカイプするっていうこともあるので、まあ、自由な時間っていうのは毎日決まってはないんですけど一応物販はまあ土日は休みにしてますね、うん、でまあ情報発信とコンサルは別に土日とか関係なくやってるという感じですね。 なので、まあ、コンサル生の方にもですねすごい忙しそうなのにガンガン行動していけるのすごいですねとか、えーまあ、時々言われることもあるんですけど、まあ、これ結構もう僕自身趣味の一部に <laughs> まあなってるというか、まあ、単純にビジネスやってるのがあ楽しいんですよね、うんまあ、例えばですねその合宿で遠方とかに行くっていうのも僕自身、まあ、趣味って言ったらもともとは旅行とか、まあ、バイクでいろんなとこ行ったりとか。 うん、そういった旅行が好きだったので、去年はですね沖縄とか北海道とか、まあ、関西とかですね、いろんなとこ合宿行ったんですけど、まあそれも楽しいんですよね、普通に。うん まあそのコンサル生の方と一日合宿をしてまあいろんなことを話すのも楽しいしでまあ、軽くだいたい合宿に行く時はあちょっと観光もしたりするんですけどまあその旅行も含めているというか、えー、そんな感じなので「まあ、趣味」といったらまあ旅行ですかね、まあ、あとは普通ですけど映画は結構よく見たり、まあ、本もですねいつもお風呂に入りながら読んでますね。うん まあそんな感じで、まあ、趣味はまあバイクとか旅行とか、まあ、読書映画、まあ、そんな感じですね、まあ、なのでもともとですね僕自身はその音楽をやっていて、まあ、ネットビジネスを始めようと思った当初はですね、えー、コールセンターに勤めながら最初はまあ小遣い稼ぎの範囲でやっていたんですけどもともとはですねそういったどっかに勤めたりしているとかなり時間に制限がかかってくるので、えー、自分でネットビジネスをやって 自由なな時間をを作っっっ、まあ、っててて音楽やいいいきたたうのも1つだったんですねネットビジネスを始めた理由の一つとしてあったんですけど、まあ、だから最初はもうネットビジネスがむちゃくちゃ好きだとか楽しいとか、えー、まあそういった感覚はなかったんですけど本当にです、ね、本気で取り組み始めてから、まあ、利益もちゃんと出てきてです、ねまあ、20万とか30万とか、まあ、そのちゃんと頑張って取り組んだ分実績が出始めてからです、ね、どんどん楽しくなってきて。うん で今はですね、まあ、本当に、えー、ビジネスが楽しいので、まあ、正直、音楽はもう全然やってないんですけど、まあ、ライフスタイルとしてはそんな感じで、まあ、結構ですね、そのビジネスと、えー、私生活の境目っていうのはあんまりないんですけど、まあ、あとはですね、去年、コンサル生の前田さんっていう方と北海道旅行に行ったんですけど、まあ、それはですね、前田さんが月収100万円行った時に北海道旅行に行くっていうのを約束してたんですね。うん。 で、まあ実際に月収100万行った時に一緒に旅行行ったんですけど、まあその時もですね、かなりビジネスの話とかもするし、まあ普通に遊んだり観光とかもしたんですけど、なので普段遊んだりしてる人もですね、えー、自分でビジネスをやってる人たちが結構多くなってきたので、まあ本当にですね、その遊びとやっぱビジネスの境目が結構なくなってきてるかなと思いますね。 でもやっぱりそういった遊びながらビジネスの話とかできるのってめちゃくちゃ楽しいんですよね。うん、この前もですねそのクラブワールドカップ見に行ったんですけど、まあ、それもですねコンサル生の方と一緒に行ったんですがあとは僕自身ですね、えーまあ、いろんな方のコンサル受けてきたんですけど、えー、僕自身も、あのーまあ、その師匠がいたんですけどその師匠にですね、えー、必ず。 目標を達成しますと、まあ、その時は情報発信のコンサルを受けてたんですけど必ず情報発信成功しますってことを約束してでその宣言通りに行ったらタイに一緒に旅行に行くっていうことを約束してたんですね。 うん、なので、まあ、実際にですねタイにその人と一緒に旅行に行ったんですけど、まあ、その時もですね、まあ、普通に遊んだり観光もしたし、まあ、ビジネスの話もめちゃくちゃしてたんですけど、まあ、そんな感じで普段付き合う人とかも結構変わってきたので、えー、結構境目はなくなってきてますねでもまあちゃんとですね必ずメモ帳のタスクをまず開いて、まあ、僕であれば最初起きて、えー、ご飯食べて。 パソコンに向かってで、まずチャットワークですね、えー。コンサル生の方から来てる質問を回答すると、うんまあ、それが一番上のタスクにあるんですけどで、まあ、それが終わったら、えー、物販の方ですね、えー、仕入れとか害虫さんとのやり取りとか、まあ、そういったのタスクで並べてるんですけど、えー、それを何分何分って区切ってストップウォッチを使って区切ってやっていくと。うん いうことは意識していてまあ、それはですね合宿で遠方に行ってホテルで作業する時とかも、えー、必ずやっていることでまあ、まずはメモ帳のタスクを開いてストップウォッチを起動して、えー、一つ一つ区切ってやっていくとうん、淡々とやっていくっていうことは意識してますねえでは次の方の質問ですいつも参考にさせてもらっています販売価格の件でお聞きしたいですいつも最安値で出品されている動画をお見かけしますが常に最安値出品されていられるんですか えもしそうだとすると出荷数が増えて大変な割に利益が少ない状態にはならないでしょうか最初のうちは評価数も少ないので仕方ないかとは思います、えー、経験知識不足ですみませんよろしくお願いいたしますということですねはいえっ、ー、とーまあ出品する時は基本的にもう最安値で出すっていうのを意識してますねうん、まあ、正直ですねその中古品とか一点ものじゃなくて、えー、新品の既製品ライバルセラーがいっぱいいるような既製品であれば、まあ、やっぱりその より売れやすくするためにはもう価格っていうところが一番重要だと思うんで、まあ、最初は最安値で出していってで出品する時は必ずですね僕はあの個数の部分ですねクオンティティのところは複数で出品してで出品期間は GTC 自分で取り下げの処理をしない限り永久に出品し続けるっていう方法でやってるんですねでまあそんな感じで出品していくと すごい売がえっ、ー、とそんな風にソールドの数がたまっていくとですね再安値じゃなくても売れていくっていうことがあるので、えー、ある程度ソールドを貯めた商品に関しては再安値にしない場合もあります。なのでもうソールドを貯めていって、えー、でもう再安値だとちょっとあんまり利益が出ないという場合は。 最安値にせずにちょっと高めに置いたままにすることもありますまあそのソールドを貯めていくとですね、えー、検索順位でも上に上がってきたりとか、まあ、そのバイヤーから見てもですねそのソールドがたまっているとお結構買ってもらいやすいっていうところがあるのでなのでまあソールドがたまった商品とかは最安値にせずに高めにする場合もありますねでまあコンサル生の方にも基本的には GTC で、えー、クオンティティを複数にして出品することを推奨してるんですけど その検索順位を上げるっていうところで出品期間を10日とか30日とかにした方がいいっていうこともあるんですよね。まあ、それは出品したばっかりの商品ニューリスティングの商品は、えー、と検索順位が優遇されやすいっていうところは確かにあって、えー、なので、まあ、どっちもですねメリットはあるんですけど、えー、僕自身はもう GTC で、えー、複数個で出品していってます。 うん、それはさっきも言ったようにソールドを貯めていくと検索順位が上がったりとかあとは再出品をしていくとアイテムナンバーが変わってくるので、えー、と僕自身ですねその在庫管理ツール「春」っていうものを使っていてその春にですねアイテムナンバーを登録しているんですけどその再出品する時にアイテムナンバーが変わってしまうとまたですねその春に登録してるアイテムナンバーも変えていかないといけないとか管理もですね結構面倒になってくるので。 うんまあ、僕はですね GTC でやってるんですけど、まあ、なのでおすすめとしては GTC でクオンティティを複数で出品するのがいいと思うんですけど、えー、そんなふうに出品していく時はですねそのクオンティティがゼロになったときに出品終了にならない設定ですねこれをですね必ずしておいてください。 えー、この設定方法もですね動画で上げているので、えー、これをしておかないとですね、あのー、間違ってクオンティティがゼロになっちゃった商品とかはですね、えー、一旦出品終了になっちゃって、えー、貯めていったソールドとか消えちゃったりアイテムナンバー変わったりしちゃうんでこれもですねこの動画の右上に今載せておくので、えー、この設定をしてください、えー、なので基本的には最安値で出していってソールドを貯めていったりあとはまあ直接取引ですね1回買ってもらった場合やに直接取引を促したり うん、ってていう感じでやってますねなのでもしですねその最安値だと利益が出ない商品ばっかりっていうことであればまだですねちょっとリサーチのその深掘りの部分ができてないと思いますね、うん、なのでまあちょっと原因は分かんないんですけど、えー、っとその安い仕入れ元を探しきれてないとか、まあ、例えばヤフオクだったり、えー、なんかマイナーなネットショップとかそういった安い仕入れ元を見きれてないとか、まあ、今ですねどういったリサーチ方法をやってるか分かんないんですけど まあ,あとは単純にその eBay のソールドで見ていく商品がうんまああんまりよくないのかなと思うんですけど、まあ、よかったらですね今どういったリサーチをやってるのかっていうところをまた教えてもらえると何か回答できることがあるかもしれないですはい、はいえー、ちょっとですね登山のおばあちゃんたちが来ちゃったんであの場所を変えました、えー、では次の方の質問でストイックに頑張ってこられたと思いますが 10代の頃から勉強、スポーツ、趣味などにのめり込んでいたことはあるんでしょうかという質問ですね。えー、勉強はですね本当に全然できなくて、まあ、常にですねクラスでいうと、後ろから数えて何番目ぐらいのところにいましたね、でスポーツもですね、えー、特に頑張っていたっていうことはなくて、まあ、部活とかもですね全然真面目にやってなかったし、すごいですね遅刻とかしまくっちゃって、もう1週間来るなとか、あなんか出禁、食らっちゃったりとか。 あったしなので勉強スポーツとかは全然やってなかったんですけど、まあ、趣味というかですね音楽は一応ややっっていててていい高校の頃からやっていてですねで、えー、高校卒業した後に音楽の専門学校に行ってでまあライブ活動とかしてたんですけど、うん、まあ一応ですね音楽は結構頑張っていたんですけど、まあ、これはですね結構親に感謝というか本気を出せばなんとかなるみたいなよくわかんない根拠のない自信はずっと、まあ、あって。 まだだ本気出してなな、いいけみたいな、ね、よく言う人いると思うんですけど、まあ、今振り返るとずっと親にですねお前はやればできるからみたたいなことをもう何回も言われてたんですねで。今思うとそれって親もなんかあえて意識して言っていたんじゃないかなっていうぐらい、えー、ことあるごとに言われていて、まあ、やればできるからみたいなことですねずっと言われてたんですけどなので。 まあそううななんだろうなと本気を出せば何とかなるんだろうなっていうことは思っていたので、まあ、音楽でもまあ何とかなるだろうという感じで東京行って活動してたんですけど、まあ、やっぱり音楽ってまあどうしてもその才能って一括くくりにするのはあんま良くないと思うんですけど、えー、具体的に言うともう声の質だったりとか、えー、キャラクターだったりとかあとはこう人付き合いがうまいかどうかとか。 うん、そういったところもあるので、まあ、音楽はですねお金になるっていうところまでは結局いかなかったんですけど、まあ、そのよく分からない自信っていうのはあって、まあ、ネットビジネスはですねその行動した分だけやっぱ実績出ていくしやっぱりですねその僕自身も最初輸入を小遣い稼ぎでやっていて、えー、月3万から5万ぐらい。 だったんですけど、まあその状態が何ヶ月か続いて、でもある時、そのネットビジネス、この輸入でも生活できるようになろうと決断したんですよね。まあその時はですね、もう完全に全部有在庫でやっていたので、まあ基本的にもう輸入は在庫を持って、えー、やっていく感じだったんですけど、うん、全部有在庫でやっていたので、その本気で月二十万、三十万っていこうと思ったら、結構一気にですね、その仕入れ額をバンと上げないといけないんですね。 まあそれまで小遣い稼ぎでやっていた時は月まあ20万とか30万ぐらいの仕入れだったものをまあ一気に100万以上とかの単位でどんどん仕入れていくという感じで決断しないといけないんですけどなので結構その時の僕自身にとってはですねでかい決断だったんですねでもまあそれもなんとかなるだろうとうんまあなのでちょっと質問の回答にはなってないんですけどまあそんなにですね勉強とととかかかスポーツとか趣味とかに えー、すごい昔からストイックに頑張っていたっていうわけではなくてもともとなんとかなるだろうなっていう楽天的なところはあってで、まあ、それがネットビジネスにはまったっていう感じですかね、うん、やっぱりとにかく行動していけば実績出ていくものなので,で、まあ、このネットビジネスっていうものが僕自身に合ってるかどうかって、えー、思うと。 むちゃくちゃゃく合ってるなとお感じますね <laughs> まあ最初輸入やっていてで、えー、それは ebay 仕入れヤフオク販売でやったんですけど、まあ、そのヤフオクだけで販売していた時は、まあ、利益が出ていけば嬉しかったんですけど、まあ、別にむちゃくちゃ楽しいなっていう感じはなかったんですよね、まあ、ただヤフオクからネットショップに移行した時に、えー、すごい楽しくなってでネットショップって僕はもうほとんど情報発信に近いものだと思うんですね、まあ、ブログととかかメルマガとか書いていっててっ でそのネットショップのファンを作ってリピーターになってもらうっていうところが、えー、大事なんですけど、まあ、そんな風に情報を発信していくっていうのを始めた時にですね、えー、まあ人とのつながりもできたし、えー、むちゃくちゃ楽しくなってきたっていうのがあって。 もともと発信したいっていう欲は結構強い方だと思うんですよね、まあ、だからもともと音楽やっていたっていうのもあると思うんですけどでまあ音楽何やっていたかっていうと、えー、ジャンルとしてはヒップホップで、まあ、今のこの僕の外見とか、えー、こうやってネットビジネスの話をしている印象からはですねちょっと離れてると思うんですけど、えー、ずっとですね自分自身でラップをやってたんですねうんラップをやっててでまあそのラップっていうのはもう自分自身で歌詞 を書いいてて歌っていくとなんかすごいこう自己顕示欲がががむちちちゃゃく強いやつがこうやつりがちなんですよねだからもともとそういったなんですか、ね、発信したいっていう欲はあったと思うんですけど、うん、なのでそういったネットショップの情報発信だったりとか、まあ、今こうやってコンサルしたりとか動画を撮って情報発信していくっていうのもすごい楽しいんですけど。 でもまあ誰にでもその発信したいいっっててうう欲って多分あると思うんですよねだからみんなフェイスブックとかツイッターとかそういった SNS をやってると思うし、うん、あれだけ盛り上がってると思うんですよね、まあ、だから大抵の人はですねその発信したいっていう欲はあると思うので、まあ、本当にネットビジネスはですねそのやればやる分だけ実績が出ていくっていうところと、まあ、そういった情報発信とかも、まあ普段ですねその個人がとととかでやってることと まあ同じだと思うので、うん、っていう感じですね、はいえー、では次の方の質問です、えー、いつも動画を拝見しております、えー、コンサルが終了されたことを動画で知りました次回のコンサル生の募集などの計画があれば教えていただけないでしょうか2012年に eBay を始めその時は半年ほどやめていました TRS を取得しまあまあ稼ぐことはできてましたがリサーチ出品発送作業に忙殺され 副業では難しいと判断したためですしかし3ヶ月前に復帰しました今年は本業としてやっていくことを考えたためですところが全く売れない現実を目の当たりにし途方に暮れています明らかに2012年当時とは大きな違いを感じますこの現状を打破するためには一人の力だと相当な時間がかかりそうです、えー、そのため次回コンサルの募集があれば検討させていただきたいので予定や概要などを教えていただければと思いますよろしくお願いしますということですね はいいありがとうございますで、えっと、そのコンサルについてです、ねえっと他にも複数の方から、えー、質問いただいてるんですけど、えー、次回のおコンサルは今月下旬1月下旬から2月上旬に募集を予定しています、うん、で企画名は承継3.0前回が2.0だったので、えー、今回3.0という感じで、えー、予定していますで、まあ、詳しい内容とかはですねまた追って連絡します、えー、一応期間は8か月で考えていて、えーまあ、内容としては eBay 輸出 あとは、まあ、今回国内転売とか、えー、まあそういった問屋仕入れとかですね、えー、そういったところも入れたりとかしようかなと思ってますあとは EC サイトですね、えー、さっきも話に出ていたネットショップの運営方法とか eBay 輸出からネットショップにつなげていくところですね、うんえー、そういったところも入れようかなと思っています、まあ、僕自身ですね今 eBay 輸出に加えて国内転売とか、えー、その EC サイトをですね作り始めたりとかしてるので えー、そういった感じでやっていこうかなと思うんですけどまあ前回よりですねかなりパワーアップしているので、えー、楽しみにしていてくださいはい、えー、ではですね今回の動画は以上となりますありがとうございました